フィギュアスケート男子で五輪連覇を達成し、プロとして活動する羽生結弦さん、28、が、11年3月11日に発生した、東日本大震災から12年となった11日、宮城、積水ハイムスーパーアリーナで開催中の、羽生結弦のテステラータ2日目の公演で舞った。グランドフィナーレでは、震災時に、遺体安置所だった特別な場所で演技をすることへの戸惑いを吐露。それでも、僕が生きて、今日という日を、皆さんの前で、この会場で迎えることができたのは、少しでも意味のあることだったのかなと自分を肯定できますと前を向いた。